東大本庄高校、佐野元基、東海大蔵王高校、茂出木エイト、伊賀白鴎高校、 U18 男子 3000m 決勝。U18 日本記録は7分50秒81、大会記録は8分11秒93。注目選手は地元愛媛から資格記録トップの水津智也、今治北高校、持ち記録は8分19秒31。続くのは佐々木海斗、大賀高校、8分26秒13。牛島優斗、鳥栖工業高校、8分27秒64です。大会記録を更新するには 1000m が2分44秒、1周が65秒あたりが基準です。先頭集団を引っ張るのは地元愛媛、水津智也、今治北高校。
先頭集団ペースが上がりました。ここからスパート合戦です。佐野が逃げます。本庄が追う。さあ大きく引き離した佐野元基東海大菅生高校。2番目争いが熾烈です。現在2番手先頭佐々木海斗。佐々木海斗大岡高校8分23秒24。4着牛島優斗。